ジャック・ルーシェは、フランスのピアニスト、作曲家。G 線上のアリア、平均率クラビーア曲集、ゴルトベルカ変奏曲をはじめとする、JS バッハ作品のジャズ演奏で知られる。10歳にして、才能を示し、16歳で、パリ国立高等音楽、舞踊学校に入り、イブナットの下で学びながら、作曲を始めた。6年で卒業後、 一年間世界中を旅し、中東、南米、キューバのサウンドを体験した。1959年、ルーシェは、ピアニストとして、ベーシストのピエール・ミシュロ、ドラマーのクリスチャン・ギャロド、ジャック・ルーシェ・トリオ、アメリカなどでは、プレイ・バッハ・トリオと呼ばれているを結成した。バッハの作品をジャズ風に解釈し、演奏、多くのライブ出演、ツアー、コンサートを行った。 アルバムは以下の通りでトータルで600万枚を売った。1978年にトリオは解散。ルージュはプロバンスに自分のレコーディングスタジオを立ち上げ、アコースティック楽器、電子楽器のための作曲を続けた。さらにピンク・フロイド、エルトン・ジョン、スティング、イエスと共演した。バッハ生誕三百年にあたる百八十五年にルーシュはアンドレ・アルピの バンサン・シャルボンと第2期、ジャック・ルーシェ・トリオを結成した。バッハ以外に、アントニオ・ビバルディの作品も取り上げた。1998年のプレイ・サティから、ベースがシャルボンから、ベノア・デュノワイエでセゴン・ザックに変わり、第3期、ジャック・ルーシェ・トリオとなった。エリック・サティ、クロード・ドビュッシー、モーリス・ラベル、らの作品を発表。テイク・バッハでは、ペキネル姉妹と共演して、 バッハの競争曲を演奏した。ありがとうございます。